おとといから2日間開かれたうどん祭りは、新型コロナの影響で3年ぶりの開催となりました。会場では下川町特産の手延べうどんの店などが並び、多くの人でにぎわいました。やっぱそばは香りですけど、うどんは味、だしがすごい美味しいっていう地元のやつは。また祭りでは参加者がつかみ取った分だけ無料でもらえる手延べうどんのつかみ取りが行われ、用意された80キロのうどんは30分ほどでなくなったということです。